はい、キーちゃんです。いやー、TNX 惜しかったですね。まさかね、ここで脱落するとは思わなかったので、衝撃的でした。うんひくんがね、涙をこらえてギリギリまでね、頑張っている姿がね、本当に胸を打たれますよね。もうね、私が代わりに大号泣でしたよ。はい。で、ここでね、うんひくんが出てきたっていうところも、すごくね、意味があるなというふうに個人的に思いまして、というのもね、うんひくんって一番責任感があるんですよね。で、リーダーではないんですけれども、プロデューサーの立場でみんなを引っ張ってたんですよ。で、もちろん、ジュヨクはエースなんですけれども、今までね、まあ、健康上の理由でお休みとかもしてましたし、最後ね、ここで脱落した時のことを考えると、ウンヒはね、ここでね、出ることでね、仲間を守ったんじゃないかなというふうに思いました。しかもですよ、自分たちの思いやカラーをそのまま表現できる人が誰かって考えた時に、作詞作曲編曲までできるウンヒだったからこそ、最後のバトルで代表として出ることでね、TNX とは何ぞやっていうのを出せたんじゃないかなというふうに思いました。はい。本当にかっこよかったです。で、まあ、冷静にね、バトルのことだけを考えた場合、やっぱりラップって不利なんですよね。最初のね、場面でデイ君もラップ披露してた時に順位が結構低かったじゃないですか。まあ、ああいうバトルにおいては、ダンスってすごく強いんですよね。しかも2対1っていうところで華やかさに欠けちゃうんですよ。はい。そういうのもあって、まあ、なかなか点数を取りづらい状況だったんじゃないかなというふうに思いました。とはいえ、ラップを選んで、しかも2対1でたったの2票差っていうところが、ウンヒのね、実力を物語ってるんじゃないかなと思って、本当にね、落ちてほしくなかったんですけど、まあ、結果がそういう風になってしまったっていうことでね。はい。ということで、私、歌詞が気になってね、翻訳してみたんですよ。ちょっとね、私の意訳も含まれてるんですけど、もしよかったら皆さんにね、ぜひね、ウンヒが脱落バトルでどんなことを伝えていたのかっていうのを知っていただきたいので、読み上げていきたいと思います。いいですか？はい。さあ、紹介しよう。俺が新しい王だ。全く新しいレベルだ。ついてこい。銃を構えて君の頭に狙いを定める。俺に向けられてた銃口を逆に向けて準備完了だ。アカペラでぶち壊す。俺のラップを聞けば自然と頭が動き出すだろう。3年間、狭い部屋で閉じこもっていたが、その間にまた俺の立場は新人のままだ。地面に立って死ぬまでやり続けるよ。舌がすり減って消えるまでね。金を求めることが目的じゃない。俺は金よりも観客の反応で血が湧き立つんだ。消え入りながらも次のラウンドを追いかけている。俺はただチームのためにやってるだけさ。金のためじゃない。アンダーワールドのリーダー。俺のスタイルと威厳を刻み込め。恐れを君の頭に刻み、リズムを盗め。俺の仲間と一緒にラップし死ぬまで続けるんだ。失敗は数えきれないほどあるが、誰も俺を止められない。腰に隠した銃を取り出し、口からは銃声のように放つ。もう話すことはない。さあ選べ。最後のさあ選べっていうところが本当にね、ぐっときますよね。次のね、バトルに向けて自分たちのね、思いをストレートに語ったね、歌詞だったんじゃないかなというふうに思います。でね、観客の声がね、何よりも大事なんだっていうところも、TNX らしさが出てますよね。金を求めることが目的じゃないんですよ。しかもね、すごくね、私が刺さった歌詞の部分が、3年間狭い部屋で閉じこもってたけれども、その間でまだ立場が新人のまま、わーって思いました、本当に。そう、TNX ってまだツアーもできてないんですよね。ファンダムがまだそこまで大きくなっていないっていうところもあるんだなというふうに思うんですけれども、ね、いつかツアーができるぐらいね、もっともっと人気になって注目されたらいいなというふうに思いました。さすがね、ウンヒの作るラップですよね。
本当にね、彼が最後ね、バトル出てきてくれてね、すごくね、誇らしい気持ちですよ。はい。皆さんはどんな風に思いましたか？もちろんね、ウンヒ君も素晴らしいんですけども、TNX ってみんなすごいんですよ。やっぱりね、JYP をうならせるほどのね、実力の持ち主たちでね、サバ版で勝ち抜いただけあって、本当にみんなすごくって、今回ね、ロトキンのルール的にも他のメンバーが目立ちづらかったっていうのもあると思うんですけれども、本当に全員エースって言えるぐらいすごいんですね。で、例えばなんですけれども、ヨンジュン君、今回2エースで出てた彼なんですけども、もちろんビジュアルもすごいですよね。漫画から飛び出してきたようなイケメンっていう風にもともと絶賛されてたんですけれども、ルックスに関してはね、本当に本当にかっこいいので、いろんな事務所からスカウトされてた経験があるみたいですね。で、サイもね、ラウドの時にすっごく心配してたんですけれども、ちょっとね、引っ込み思案というか人見知らな部分があってね、すごく平和主義なんですよね。なんでなかなかステージに立つっていうことを考えると、そういう優しい性格の人って舞台ではね、潰れがちになってしまうので、まあ、そんな彼がね、エースまで務めるって本当にね、すごいことだと思うんですよ。しかもね、最後のバトルで見せてくれた白鳥の湖の演出で、女性とのね、ダンスのシーン、衝撃的でしたよね。本当に良かったです。そして、ティフン君、オールラウンダーなんですよ。そういうところもね、今回の番組ではあんまり見られなかったかもしれないんですけれども、何でもできちゃうし、大人っぽい雰囲気があって、彼が出てくるとすごく安心感があるんですよね。で、ティフン君のいいところって言うと、本当に面倒見がいいんですよ。ラウドの時にね、コウキ君がいて、本当はこのチームでデビューするはずだったんですけれども、そんなね、コウキ君をね、すごく溺愛してまして、まるで親子みたいな関係性だったんですね。まあね、そういうところからもわかるように、ティフン君ってね、本当にね、いい子っていうイメージのある子でした。はい、大黒柱です。で、次はヒョンスくんですね。ヒョンスくんは顔がちっちゃくてね、ほんとスタイルいいんですよね。で、すごく明るくてムードメーカーって言えばいいんですかね。とにかく愛されキャラっていうイメージですかね。で、表現力っていう面ではね、かなり優れたメンバーだなっていうふうに思います。ジンヨクはね、エースなので、今回番組でたくさん取り上げられてましたよね。やっと復帰してね、完全体っていうところで、ジュニョクがね、真ん中に立ってくれないと TNX は始まらないですよね。トンジュンくん、末っ子なんですよね。どっしり構えてるので、まあ、ビッグベイビーだったり、ボスベイビーって言われてたりするんですけど、ダンスにね、もともとはね、苦戦してたみたいですね。そんなこと今ではね、わからないぐらい上手なので、本当にね、成長したんじゃないかなというふうに思います。きっとね、たくさん努力したんだと思いますよ。しかも、彼って SM もね、合格してるんですよね。あの大手を蹴ってピネーションに来たっていうことで、本当にね、素晴らしい人材なわけですよ。最強マネですね。はい。こんな感じでね、まだまだね、注目していただきたいメンバーたくさんいるんですけれども、今回の番組を通してね、ウンヒ君のことが話題になりましたよね。これを機にね、TNX にもね、注目していただいてね、ぜひ日本でもツアーをやってほしいなというふうに思ってます。そしてね、チーム全員でね、やるパフォーマンスは本当に技巧的でレベルが高いんですよ。番組内でもね、その素晴らしさは一部伝わってたかもしれないんですけれども、彼らの魅力はあれだけじゃないのでね、ぜひこれからも注目していただきたいです。はい、ということで今日は以上です。アンニョン。